ローバーでやってらっしゃる方っていうのは股関節のロッキングっていうのが強くなるんですよ。股関節の前面、腸腰筋腱とかね、そのあたりの軟部組織を挟み込んで痛めてしまってるケースっていうのが、まあここのとこちょっと続いているんですよね。ここ最近それが出てきた理由っていうのがあるんですよ。今日はですね、ゲストがいるんですよ。僕のウェイトリフティングのライバル、宮田さんです。ライバルでーす。おじさん二人が集まって何をするか。何をしとんねんで。まあ楽しくやりましょう。楽しくやりましょう、ほんとね。今回はですね、スクワットで股関節を痛めてしまう理由とその対処なんですよね。僕らは膝ですよね。膝はですね、股関節は痛くならないですね。でしょ。でもね、最近ね、パワーリフティングやってる患者さんで、結構重いのやる人、うん、でやっぱり股関節痛くなったっていう人ちょっと多いんだよね、うん、多いんですよ。で、まあ、ある意味ローバーでっていうところも一つ原因があるんですよ。どういうことかっていうと、ハイバーでしゃがみ切った時ってこうなりますよね。すねの角度と背中の角度がまあ平行になる感じになります。でローバーになるとここにシャフトが来るので、ちょっとこう前に前傾した形になる。これでバランスするんですよね。でこうなった時に股関節の角度はローバーの方が非常にこうタイトになってくる、圧力がすごく強くなってくるんですよね。だそういう意味でも、まあ、パワーでローバーでやってらっしゃる方っていうのは股関節のロッキングっていうのが強くなるんですよ。まあ、強く関節をガツンとロックさせる。でそれが高重量で頻回になってくるせいで、股関節の前面、腸腰筋腱とかね、そのあたりの軟部組織を挟み込んで痛めてしまってるケースっていうのが、まあ、ここのとこちょっと続いているんですよね。で、それがなんでこう強く起こってしまうか。今までそんなことのなかった人までそうなっちゃってるっていうのは、まあ、おいおいちょっと説明していきたいんですけれども、まあ、そのここ最近それが出てきた理由っていうのがあるんですよ。でもその前に、よくあるパターンとしては、足関節が硬いっていうのがあるんですよね。足首っていうのが硬いと、しゃがんだ時にはまあ幾分こうやって足首って反ってくるんですよ。でそれができないからこうやって後ろに重心がずれるんですよね。でこの状態でしゃがんでいくと、膝よりも股関節が先にガツンとぶつかってくるね。でこれで股関節の負荷が強いと、こういう状況になってくる。これを足幅を普通の足幅でやってくると、前傾がどんどん強くなってくるから腰が高くなって、まあ、赤くらいやすくもなるし、腰にかかる、テコ、重さのね、テコが大きくなるから腰も痛めやすくなるっていうところがあるんです。だどっちかっていうと今まではなんか腰に来るなっていうような印象があったんですよね。で、股関節が柔らかい人なんかは足首の硬さをこうやってワイドでしゃがむことで、まあ、相殺してたりしますよね。で、こう開いてあげるとそんなに足首を反らさなくても深さが稼げる。そんな利点があるんですけども、代わりに内転筋が非常に強く引っ張られるので、今度は内転筋を痛めることで股関節痛っていうのが出てくると、ね。まあ、どっちにしてもね、股関節、まあ、痛くなりやすいっていうようなことが足首の硬さで起こるんですよ。でその場合は足首のモビリティを上げるっていうのが一つ。アンクルチューニングって僕の動画なんかでよくお伝えしてるんですけど、くるぶしとアキレス腱の間にくぼみがあるんですよね。でそこを上から下にスッと撫でてくると、かかとの骨の上のソケットに指が当たる。ここを表も内側も外側も同じように親指で押さえて、で人差し指を重ねたらつま先方向にこうやって曲げ伸ばしするんです。こんなことは8レップ、まあ、6から8レップぐらいやってみると、よいしょ、足関節の動きっていうのは非常に深くなってくる。足関節の動きが大きくなってくると、膝が少しでも前に逃げてくれる。でそうすると、股関節の圧縮力っていうのはその分軽くなるよっていう話で、ね、で大きく開かなくても深さを稼げるようになりますよってところで、まあ、今のアンクルチューニングを使ってもらうってことになるんですけれども、よいしょ、最近ちょっと多いなっていうのは固めのニースリーブ、めっちゃ硬いニースリーブが流行ってるんですよ。自分で履けないぐらい、脱げないぐらい硬いやつ、はいはい、であれをすることで膝が出せなくなってるっていうのが多いですね。膝のバネを使えないもんだから後ろにこうやって乗っかってしまう、ほぼかかとに乗った状態でボトムを作ってしまうようなスクワットになりやすいんですよ。ってなってくると
当然深くしゃがもうと思えば股関節をガツンとぶつけるしかなくなっちゃう。そのせいで股関節痛が増えてるんだなって思ったんですよね。でその証拠に別にニースリープしてるわけじゃないですよ、ここでしゃがんでもらってる時は。あのその方は以前は普通にこうやってしゃがんでたんです。それがあの試合終わってきたらもうこういう風なしゃがみ方になっちゃうんですよね。でもう体がその動き方を覚えちゃってるんですね。で、まあ、これよくあることですよね。高重量でスクワットやるときにはテクニックとして膝を逃がして立つとかね、でテクニックとして内に煽って立つとかっていうのがあるじゃないですか。そうすることで力学的な、まあ、膝にかかるテコっていうのを小さくしてより立ちやすくしてるわけなんですけれども、それを試合に向けて高重量でやると体が覚えちゃう。でそのまんまやってると四頭筋を強く使わないっていうようなスクワットの動作になっちゃうから、今度は天井にぶつかるわけです。成長が止まってしまう。だからフォームを戻すわけでしょ、ね、一回重量下げてボリューム上げてフォーム戻して、でもう一回育てていくっていうことになるわけじゃないですか。足首自体のモビリティもあるのにそういう動きになってしまうっていうケースが最近多いんですよね。でその場合はね、どうやったら直せるかね、膝を前に出せって言われても なかなか抵抗がある人多いと思うし、そもそも膝を出す出さないじゃなくて胴体部の重心点とこの土台の中心点がシャフトの中心と合うから安定するんですよ。でそのラインを体に探させるっていうのが、まあ、スクワットにしてもデッドにしてもベンチにしても、まあ、一番の課題なわけですよね。だから私が思ってるイメージっていうのは、重りをこうやって動かすんじゃなくて重りをバランスさせながらおっとっとおっとっとって上げ下げしてるような、そんなイメージ、ね、土台の体の方はいつでも自由でなきゃいけない、ね、シャフトの重心点を捉えて運んであげるってことができなきゃいけない。でそれを僕らはオートマチックにコントロールしてるんですよ。姿勢反射ってのがあって、足の裏の受容器センサーだったりとか仙腸関節膝関節どこにでもある、ね、でそういうセンサーで自分が今どういうふうに動いてるんだ、で重心点はどっちに傾いてんだっていうのを感知しながら、安定させるにはどうしたらいいんだろうっていう答えを出しながら動いてるんですよ。でそれが間に合わないと崩れるわけなんですけど、そこを鍛えるにはバランスツールがいいんですよ、ね、前での、まあ、選手の方なんかは選手の方々なんかは、まあ、到底僕があのスクワットを語れるようなあのレベルじゃないぐらい強いんですよ本当にね、お父さんユンボですか重機みたいな重量を使うんですよそれは痛くなるよねって思っちゃうぐらい、まあでもそれぐらい強い人たち相手になんだけれども、まあお恥ずかしながらですが、こうやって乗ってこの中心を土踏まず、ちょうどねくるぶしのこの前のへりって言ったらいいかな、まあ外くるぶしの前のへりなんだけれども、そこにこのクッションの中心を合わせて乗ってもらって、いつもの足幅でスクワットしてもらうんですよ。っていうと一番バランスした位置、体幹の重心点もシャフトもね、足の位置も一番バランスした位置を外すと乗ってらんなくなるんです。で彼らをこれに乗せるとどうなるかっていうと、こうやって倒れるんですよ。かかとに乗っちゃってるからもう乗ってらんないんです。でそこでただただ何も考えないで、この上で下までしゃがんで立つことだけを考えてください、どんなに崩れても構わないからって。でそういう試行錯誤をさせるんですよ。でだんだんしゃがめるようになってくると、そこから外すと、はいじゃあもう一回しゃがんでくださいって言ったら、かかとにバッチリ乗ってたスクワットが測定全体をしっかり使ったスクワットに変わってくれる。でこういうフォームの改善をしないと、ずっと股関節の痛みっていうのは繰り返されてしまうんで、まあ、ここまでをリハビリとしてお伝えしていますよということになるんですね。さあなんてところが、今日のお話なんですけれども、それについてなんか皆さんあの聞きたいことありますかね。すごいコメントがちょっと読んでみますね。はい、倉本さん、はい、私もスクワットで股関節痛くなりました、大腿筋膜張筋を痛めました。あ、そうですよね。まあね、そこら辺は痛めやすいですよね。で確かに試合で、スクワット第3試技を失敗した後は後ろに流れて、ました。でもやっぱりベストに、まあ、挑戦するときっていうのはどうしてもこう流れるもんですよね。あれはね、自然なんですよね。こうあって、おっとっとしゃがんできて、
こう切り返して立とうとした時に自分のこの上半身の質量中心にからここのね側圧の中心ここのラインから膝にかけてが四頭筋にかかるテコの長さなんですよ。でこれが長いと重いんですよね。だからこうやって後ろに引いてテコを短くして四頭筋にかかる負荷を逃がしてるんですね。だからそうやって上げられれば普通のラインでは上げられない重量がこうやってやれば上げられるよっていうことになるわけです、この時にあの背中の方にかかる負荷が増えてるっていうのは分かると思うんですよ。ちなみにキリス筋側だけど僕らの筋肉ってこうギュッと収縮させるよりも耐えるっていう力の出し方の方が強い力が出るんですよ。だから背中側で重さを受け止めてあげて膝だけ入れ込んで上に上げるっていうのはねそんな立ち方になります。試合の後なんかはまあどうしてもそういう動き方っていうのが強くインプットされちゃうんですよ。それだと一番重い重さが扱えたっていう結果が出てしまうのでそれをこう最優先にしてしまった、それが後々の怪我だったり後々の成長の幅を、まあ、天井をね低くしてしまう原因になるっていうのを覚えておいていただきたいですね。はい。